エルンスト・エドワルト・クンマーは、ドイツの数学者である。カール・ワイエル・シュトラス、レオポルト・クロネッカーと共に、ベルリン大学の三大数学者の一人として、指導的役割を果たした。クンマーは、プロイセン王国ゾーラウで1810年に生まれた。1831年にハレ大学から、PhD を取得した。博士論文でコシニュアム・イシニュアム・ポテスタチバス。 セカンダムコサイナスイサイナスアーキュムマルチプリッシュム、エボルブンディスは1年後に出版され、賞を受賞した。応用数学に長けていたクンマーは、ドイツ軍の将校に、弾道学の訓練を行った。その後ギムナジウムで10年間教弁を取り、教え子の一人のレオポルド・クロネッカーの数学者としてのキャリアに影響を与えた。1840年に、フェリックス・メンデルスゾーンのいとこのオッティリー。 メンデルスゾーンと結婚した。なお、フェリックス・メンデルスゾーンの妹も、数学者、ベーター・グスタフ・ディリクルと結婚している。オッティリーとは1848年に死別し、その直後に、オッティリーの母方のいとこのベルタ・カウアーと結婚した。クンマーには13人の子供がいた。娘のマリーは、数学者のヘルマン・アマンドゥス・シュバルツと結婚した。 クーマーは1890年に教職と研究を引退し、その3年後の1893年にベルリンで亡くなった。最初は関数論を研究していたが、1840年代からは大数的整数論に関心を持つようになり、塩分体とそのイデアル類と類数を中心的に研究するようになった。彼はその後のイデアル論の基礎となるものを確立し、 L 関数の値の P 新的な性質を調べていった。このほか砲弾の弾道計算で業績を残している。オーギュスタンルイ・コーシーとガブリエル・ラメが行った虚数を含む素因数分解に一位性がないことを指摘した。しかし、クンマーは一位性の問題に取り組み、多くの場合について一位性を復活させる方法として、理想数を導入した。 この方法は後にリヒャルトデーでヒントによってまとめられ、イデアル概念が生まれた。大学での講義中、とっさに99が計算できなかった逸話が有名である。数々の業績を残した彼だが、瞬発的な数字の計算能力は、むしろ低かったようである。ありがとうございます。